ママがベッドから出てこなくて3日もご飯食べてない。パパはママを叩いて出て行ったし、怖いよ。カナだよね。うん。誰に LINE してるか分かってる？これお父さんの LINE だけど。あ、うん、どうした？マイちゃんと間違えた。ママの妹のマイちゃん。うん、ね、違うの、さっきの嘘。カナはもう3年生だよな。嘘がダメってことくらい分かってるだろ。だってママに怒られちゃう。怒らないよ、正直に話してごらん。カナはお父さんのことをパパとは呼ばないよね。パパって誰のことかな？シンくんパパ。シンくんって人と一緒に住んでるの？うん、お父さんが大阪に行って男の人がいないと危ないから一緒に住むんだって。そうなんだね。その人はカナに優しくしてくれるのかな？うん、怒ってばっかりだよ。ママをいつも叩いてるの大嫌い。それは良くないね。カナはどうして舞ちゃんに LINE してたの？困ったら連絡してねって言ってくれたから。舞ちゃんとそのパパは会ったことある？あるよ。ママはベッドにいるんだよね？寝てるだけかな？わからない、話しかけても返事しないから。お父さんが救急車を呼ぶから、カナはそこで待ってて、すぐに助けが来るよ。ダメだよ。どうして？家に他の人を入れちゃダメだから。待ってくれ、そこはお父さんが建てたお家なんだよ。シンくんパパがお父さんにもらったって言ってたよ。とにかくママを病院に連れて行こう。お父さんもすぐ戻るよ。うん、お父さんごめんなさい。どうして謝るんだ？お父さんに隠し事したから。大丈夫だよ、ごめんなさい。数分後、舞ちゃん、今は大丈夫？お兄さん、ご無沙汰しております。単身赴任も大変でしょ？悪いけどそういう話をしてる暇はないんだ。妻と暮らしてる男について知ってることがあれば教えてくれ。はい。詳しい状況はわからないが、カナの話によると3日ほどベッドから出ずに食事も取れてないそうだ。その上男は妻を叩いて出て行ったって。嘘。なんで俺が知ってるのって思ってる。赴任先から戻られたんですか？いや、違う。カナが君に LINE するつもりが間違えて俺にしてきたんだ。そうだったんですね。カナはシンくんパパと呼んでいた。一体誰なんだ？それは妻のマナミの男ってこと。はい。俺が赴任してまだ1年も経たない。関係はいつからなんだ？知りません。君も会ったことあるんだよね？はい。どうした？ずいぶん歯切れが悪いけど。怖いんです。その男が。余計なことは言うなと言われてるので。カナの話だとマナミは殴られて怪我をしてるような感じだった。そんなに暴力的な男なの？そうみたいです。殴った後は優しいそうで、根はいい人なのよっていつもかばうんです。暴力男の典型だな。殴った後に優しくするって聞いたことがある。まさにその通りみたいです。どうして妻はそんな人間を子供のいる家に出入りさせるんだ？浮気なら外でやればいいだろ。私もそう思って何度も姉にやめるよう言いました。でも子供には無関心だし、手を出すのはお姉ちゃんだけみたいなんで。だからって起き上がれなくなるほど殴ることもないだろうに。本当にあんな男のどこがいいんだか全く分かりません。俺は月に一度帰省してる。鈍いだけかもしれないけど、誰かが住んでいた形跡はなかったように思う。お兄さんが帰ってくる前は大慌てで掃除や片付けをしてるみたいです。舞ちゃんはいつどうやって知ったんだ？たまたま遊びに行ったら玄関が開いてたので不用心だなと思って入ったら、二人がイチャついてるのを見ちゃったんです。それで？言い逃れできないと思ったのか開き直って姉の彼氏だと紹介されました。お兄さんを裏切るのは良くないと言ったら、このことは誰にも言うなと脅されて。何と言われたんだ？姪っ子が可愛いなら黙って俺らの言うことを聞けと。それで言いなりに？あとは職場にあることないこと言いふらすとも言われました。一番聞いたのは私の親友を立ち直れないほど痛めつけると言われたことです。卑劣すぎる。親友は舞台女優として今大事な時期なんです。私が心から応援していることを姉は知ってました。自分の身内の問題で彼女に迷惑なんてかけられません。それで言いなりになるしかなくて。お兄さんに黙ってたこと本当に悪いと思ってます。そりゃ身動きが取れないよな。力で支配しようとするやつなんです。なぜ別れないのか不思議でなりません。悪い男がかっこよく見えるってとしてもないだろうに。
姉は昔からヤンキーもののドラマとかが好きでしたから。俺はもうすぐ新幹線に乗る。救急車を呼んだから病院に来てくれるから、2時間くらいで行けると思う。わかりました。俺が到着するまでカナのことをお願いしていい？もちろんです。じゃあまた連絡するよ。翌日。入院なんてことになってごめん。買い物から何からあなたにさせてしまって、赴任先にも迷惑かけたよね。気にしなくていいよ。困った時はお互い様だろ。ありがとう。でもおちょこちょいだよね、階段から落ちるなんて。顔も腫れ上がって恥ずかしい。どうして嘘つくんだ？え？実はカナから LINE をもらったんだよ。え？あの子が？うん、ママがパパに殴られたって。そっか、それで帰ってきたんだね。さすがに子供の口に蓋をするのも限界があったか。シンくんパパって誰なんだ？そいつと浮気してたってことだよな。正直に言ってくれ。どういう風に思ってるかわからないけど、あの男と私は何の関係もないの。え？信じられないよね。カナはパパと呼ぶし、うちに寝泊まりしてたって聞いたなら疑われても仕方ない。そうだな。実はあの男は妹の彼なの。舞ちゃんの？そう、あの二人にうちを占領された。舞ちゃんは姉の彼氏ですって言ってたぞ。嘘ついてるのよ。私があなたを裏切るはずがない。でも。そうよね、私が自分の罪を隠すために妹を悪者に仕立てるように見えると思うけど、これが事実なの。でも二人は全く違うことを言ってる。カナの言うことはどちらかといえば舞ちゃんの話と一致するし。うん、カナを巻き込んだことは私も後悔してる。でも私が言い返すとすぐに殴られるのよ。言うことさえ聞いていればカナに手出しはしないから。どうして俺に連絡しなかった？あの男に止められてた。私はある意味カナを人質に取られているような状態だったし、逆らえなかったの。だからって電話一本すれば済む話だろ。それができたら苦労しなかったわ。スマホは奪われてたから。でもカナは俺に LINE できた。君の話には説得力がなさすぎる。カナがスマホを持ってたのはあいつらが外出してる時の私の監視役としてよ。え？お父さんに連絡すればママは死ぬ、そう脅されたら子供は言うことを聞くわ。でもカナは舞ちゃんと間違えて俺に連絡してきたんだぞ。舞ちゃんが男とグルなら助けを求めるか？舞はカナには優しいから。意味がわからないんだが、舞ちゃんには自分の家だってあるし、この家を欲しがる理由もわからない。妹もある意味被害者なのかも。あの男の言いなりなのよ。でも納得がいかない。まだ疑ってる？仮にあの男が私の彼氏だとしたら、あなたとはとっくに離婚してるわ。こんな危険な橋渡るはずがない。確かにそうだけど、男の目的が見えない。なぜ付き合ってる女の姉の家庭に入り込む必要がある？ハイエナだからよ。どういうことだ？前の狭いアパートより広い家がいいんだって。それからあなたからの仕送りが狙いよ。俺が送ってる金が奪われてるのか？うん。毎月帰ってたのになんで言わなかったんだよ。1年という約束だったから。私は娘を人質に取られてたし、あなたがあの男と揉めてボコボコにされるところも見たくなかった。どうもしっくりこない。やっぱり舞ちゃんと話す。今はダメ。なんでだよ。あなたが全てを暴いて納得してからじゃないとあいつらに太刀打ちできない。でもどうすれば？自由とお金がない私にはできなかったけど、あなたならできることがある。何をすればいい？監視カメラを買ってきて、それであの男と前ができてるという証拠を押さえるわ。そんな簡単に取れるものだろうか？私に任せて。あなたに疑われたままじゃ嫌なの。無実を晴らしたい。信じていいんだな？カナの命に誓って嘘はついていない。わかった、そこまで言うなら信じるよ。ありがとう。カメラ買ってくる。なるべく目立たないやつね。わかった、小型の性能がいいやつを探してくる。ありがとう。大阪にはいつ戻るの？長いはできないんだ。君が落ち着いたら戻らないと。明日には退院できるそうよ。とりあえずゆっくり休んでくれ。数日後。舞ちゃん、俺大阪に戻るよ。まなみとカナのことよろしく。はい、姉も退院しましたし、私が様子見ておきます。本当はまだ痛かったんだけど、大事な仕事があって。仕方ありませんよ。ただ
姉と離婚しないのは正直驚きました。妻は浮気なんてしてないってはっきり言ってくれたよ。信じるんですか？カナの命に誓うと言ってくれた。息を吐くように嘘をつける人なんです。騙されないでください。君にそんなこと言う資格あるの？はい、何のことでしょうか？ちらじらしいね、嘘つきまいちゃん。何ですかその言い方、ちょっと失礼ですよ。マナミに全部聞いたよ。姉は自分が浮気してたんですから平気で嘘をつくに決まってるでしょ。妻を信じることにしたんだ。よく言いますよ、完全に浮気を疑ったくせに。どちらが嘘をついてるか見極めたいだけだよ。姉の言ってることなら想像はつきます。どうせあの男は妹の彼氏よとか言ってるんでしょ？その通りだ。だと思いました。でも違いますから。困ったね。カナは何も言わないし、妻と君の言ってることがバラバラだ。でも僕は君が怪しいと思ってる。疑うなら根拠を示してください。そうだね。だから自分で確かめることにしたんだ。どうやって？大阪に戻るふりをして、家の中にカメラを仕掛け、監視することにした。は？都合悪い。別にいいよね。君の家じゃないし。いや、でもしょっちゅう行ってるし、気分のいいものでは。確かに、見る方も気分が悪かったよ。え？やめてほしいな。人ん家をホテル代わりに使うのは。この変態！どっちがだよ。覗き見するなんて白紙見すぎます。危険に見られたなんて恥ずかしくて生きていけない。じゃあ自分の家でやれば。いろいろ訳があるんです。俺の仕送りで飲み食いして俺が買った家に住むのにどんな訳があるのか教えてくれる？家族って助け合うものでしょ。僕に君を養う義務はない。実は借金で困ってたんですよ。へえ。借金取りに追われて家賃も払えなくなった。だから姉に助けを求めただけです。そうか。私の彼氏まで連れ込んだのは申し訳ないと思ってます。その点はごめんなさい。ふざけるな。謝って済む問題か。絶対に許さないからな。覚えておけ。よし、このくらいでいいか。これ以降は履歴を消してくれ。わかりました。さっきまでの部分をスクショしてマナミに送るよ。これで姉は私とお兄さんが完全に敵対したと思い込みますよね。だといいんだけど。それにしても私とあの男ができてると言い出すなんて夢にも思いませんでした。とっさに嘘ついたんだろうが話には説得力がなかったよ。そうですよね。嘘を上乗りするとどうしてもほころびが出ますから。リビングでの映像見てしまった。なんであんなことになったの？姉の指示です。あんたの彼氏ってことにするからアホ旦那が仕掛けたカメラの前で彼とイチャつきなさいって。さすがに途中ではぐらかして逃げましたけど。そこまで犠牲になる必要なんてなかったんだよ。お兄さんが姉に仕掛けた盗聴器に証拠の音声が取れてない時に備えて自分にできることはやっておきたかったんです。すみません、勝手なことして。こっちこそ嫌な思いさせてごめん。私は本当に大丈夫ですから。それより何か音声は録音できましたか？うん、証拠になりそうな会話が取れてたよ。よかった。盗聴器の回収も助かった。ありがとう。退院のお祝いに顔を出したついでに抜き取りました。まさか自分のバッグに盗聴器が仕掛けられてるとは思ってもないだろうな。姉のバッグは物が多くて整理されてません。見つからないと思います。賞味期限切れのグミやしわくちゃのハンカチが3枚くらい入ってた。昔から雑なんです。それで何か取れてました？舞ちゃんの話が事実だと裏付けるような会話だったよ。マナミと男は確実にできてる。お兄さん、あとは弁護士に任せてこのままかなちゃんを連れて大阪に逃げてください。どうして？ずっとかなちゃんや私の信用を盾にして脅してきたような人たちですよ。窮地に追い込まれれば何をするか分かりません。マナミは当然俺の会社も単身先の住所も知ってる。逃げたって意味がない。そうですが。完全決着をつけるよ。でもかなちゃんに何かあったら私が守ってきた意味が。舞ちゃんには感謝してる。俺はずっと家にいなかったし偉そうなことは言えないが、これでも父親なんだ。カナを傷つけた奴らを許すわけにはいかない。何をするんですか？どうしてやろうかな。二人とも気性が激しいので手を出してくるかも。面と向かってやり合う気はない。大人の戦い方をするつもりだ。だったらいいんですが心配です。
落ち着いたら連絡するから、明日から俺が予約したホテルにカナと二人で隠れててくれないかな。学校には連絡しておくから迎えに行ってほしいんだ。わかりました。気をつけるんだよ。はい、カナちゃんは必ず守ります。お兄さんもどうかご無事で。翌日、カナが学校から戻らないの？それなら心配いらない。あなたと一緒なの？もう大阪に帰ったのよね。なのにどうして？ちょっと野暮用でまた戻ってきたんだ。そうだったのね。それなら連絡くれたらいいのに。バタバタしててすまん。そんなことより隠しカメラに大変なものが映ってたのよ。本当か？マイとあの男がリビングでいやらしいことしてたの。そうなんだ。マイちゃんかわいそうに、好きでもない男に触られて。何言ってるの？あの男はマイの彼氏よ。リビングでそういうことをするよう指示をしたのはお前だよな。ちょっと待ってよ。何のために？自分から疑いの目をそらすため。私はあの二人に家を乗っ取られた被害者なのよ。そういう設定なんだろ。どうしたのよ、前と揉めてる LINE だって送ってくれたじゃない。あれは芝居だ。お前を油断させるための。ありえない。あ、ちょっと具合が悪くなってきた。少し休ませて。待て待て、逃がしてたまるか。お前らの策略も全部聞いたぞ。言い逃れはできないぞ。そんなわけないわ。だってカメラを仕掛けたのはリビングだけでしょ。お前のバッグの底に盗聴器を仕込んでおいたんだ。なんで？私はカメラを買ってこいって言ったの。盗聴器なんて言ってない。言われたものだけ買うなんて子供のお使いじゃないんだ。俺だって必要なものがあれば追加で買うこともあるさ。私のこと信じるって言ったじゃない。嘘つきの言うことなんて知らねえから。何を盗聴したか知らないけど全部あいつらの指示よ。そうなんだ。私はあの二人の支配下にいて、カナを人質に取られてるようなものなの。言いたくないことを言うこともあるし、逆らえない状態なのよ。まだ嘘をつくのか。カナは真剣に心配してたんだぞ。お前が殴られるのを見てずっと心を痛めてたんだ。頼むから正直に話してくれよ。あいつと付き合ってるんだろ。浮気してたのはお前なんだよな。はい。やっと認めたか。ごめんなさい。なんでカナにパパと呼ばせた？外で呼んでも不自然じゃないようにと思って。恐怖で押さえつけることについて罪悪感は感じなかったのか？私もしょっちゅう殴られてたし、なんか麻痺してたかもしれない。舞ちゃんまで脅してやりすぎだとは思わなかったのか？この生活を守るために仕方なかったの。それは俺から金をもらって庭付きの家で好きな男と暮らすことがダメだってことは分かってた。でも抜け出せなかったの。女を殴るような男のどこがいいんだよ。殴られる方にも原因はあるし、私がちゃんとしてれば優しいから。それに暴力以上に見返りがある。なんだそれ。女の喜びってやつかな。汚い女だ。ヘドが出る。ごめんなさい。出て行け。聞くところなんてないわ。男と一緒に住めよ。あの人お金持ってないの？人にたかるくらいだからそうだろうとは思ってたけど、まさか無職なのか？たまに知り合いの手伝いとかで働いてるみたいだけど。何の仕事だか怪しいもんだな。カナを育てるためにも家とお金は必要でしょ。出て行けなんて言わないでよ。ああ、まさかこれからもカナを育てる気でいるのか？当たり前じゃない。私が帝王切開で産んだのよ。それが何だって言うんだよ。文字通りお腹を痛めて産んだの。私が育てなきゃ。だったら普段からそばにいてやるよ。カナを舞ちゃんに預けて男と飲み歩いてばっかりだそうだな。ただの息抜きよ。頼むから嘘をつかず本音で話してくれ。そしたらお前らの要求も飲んでもいい。本当？うん。毎月の生活費とこの家をちょうだい。そうすればカナの親権を争わずに手放してあげる。いくら必要なんだ？今毎月の仕送りが30万でしょ。その倍は欲しいわね。60万。子供がいなくなるのにか？だからよ、自由を満喫しようと思えばお金は必要だから。俺の手取りで120万だ。半分も渡せと言うんだな。お互い60あれば十分じゃない？あなたは自炊もできるし、センスがないから服にお金かけることもないよね。あんまりだろ。断るならカナも前もどうなっても知らないから。脅すのか？交渉よ。わかった、条件を飲むよ。書面にして。ちゃっかりしてるな。男の入れ知恵か。言った言わないの話になるのが嫌なだけ。サインすればいいんだろ。全ての手続きが終わるまでカナを私に預けてもらう。それだけはできない。じゃあ前でいいわ。俺は反対だけど舞ちゃんが行くと言ってる。カナを行かせるよりマシだって。
よかった。じゃあこれで交渉成立ね。最後まで卑怯な手を使うんだな。欲しいものを手に入れるためには仕方ないのよ。お前の彼氏はそんなにその家が気に入ったのか。足を伸ばしてお風呂に入れるところがお気に入りみたい。私だってこんな一等地に建てた素敵な家を手放したくない。親父の遺産で買ったからローンもないしな。固定資産税もよろしくね。ずうずうしいぞ。カナのためならあなたは何でもしてくれるでしょ。これからも健康に気をつけてがっぽり稼いでね。金づるには長生きしてもらわないと困るもんな。書面だけじゃダメよ。初回の振り込みを確認してから前は返してあげるわ。汚なるクズ。1ヶ月後。前と連絡が取れない。振り込みがあるまで前は返さないって言ったでしょ。ごめんな、嘘つきだ。え？マイちゃんは自らその家に人質として住むことを申し出てくれたけど、家の売却が済むまでとはいえ1ヶ月もかかって悪いことしたよ。ちょっと待って、売却って何？文字通り家を売ったんだ。はあ？住んでいいって言ったよね。ああ、売れるまでって言ったつもりだったわ。ごめんごめん、うっかりしてて。生活費の送金はまだ確認できないんだけど。なんか弁護士に聞いたら、法的には別れた嫁に生活費を払う義務はないらしいからやめたよ。嘘でしょ。あんたが離婚届を書いてくれたら生活費の署名にサインするって言ったから離婚したのよ。どうせ別れる予定だったんだ、問題ないだろ。でも毎月の生活費がないならどうすればいいのよ。それを当てにして私たちは。ブランド品買ったり高級時計を買ったのか。旅行も計画してるんだろ。前に聞いたのね。自慢げに見せつけてきたって言ってたよ。あんたも前も大嘘つき。自覚はあるし認めてる。嘘つきで結構。契約違反よ。書面にもしてあるし、こっちが有利なんだからね。舞ちゃんを人質にして俺を脅して無理やりサインさせたよな。そんな契約は無効なんだよ。そんな。その家はもうすでに他人のものだ。早く出ていかないと通報されるぞ。彼のカードで買い物しちゃったの。引き落としは今月だろ。ちゃんと払えよ。それがないから困ってるんでしょ。人の金で生きていけるなんて本気で思ってたのかよ。お願い、お金ちょうだい。断る。ちゃかして。死んでも嫌だ。財産分与を要求するわ。お前は生活費を男に使ったよな。使い込みがある場合は分与しなくていいんだよ。家を売ったお金があるでしょ。それを折半しなさい。あれは親父の遺産で、結婚前に俺が買った家だ。折半する筋合いはない。このままじゃ本当に1円ももらえないの。電気もガスも水道も止まるぞ。早く荷造りした方がいい。夜は冷えるからな。容赦ないわね。当然だろう。自分が何をしたのかよく考えてみる。あんまりよ。こんなに私を苦しめて何が楽しいの。あ、まだあるんで落ち込むのは早いかと。は？浮気してたってことは誰が見ても明らかだし、お前も認めてるから慰謝料を請求する。それからカナが成人するまでの養育費もだな。頭大丈夫？お金ないの分かってるよね。だったら稼げよ。朝から晩まで働け。俺はそうやって家族を食わせてきた。それが嫌だから結婚したのに。見抜けなかったな。金目当ての女だなんて。だってお前は家のことも子供のこともちゃんとしてたし、疑う余地もなかった。当然よ。完璧にしてれば詮索されないから。何もかもが策略だったとはな。怖い女だよ。彼とは別れるわ。だから私の分だけちょうだい。ああ、私一人だけ生きていくのに30万あれば十分よ。殴られても別れないくらい好きだったんじゃないのか。自分を守るためなら迷わず切り落とす。お前すごいな。まあね。褒めてねえから。30万円私の分だけでいい。どうにかならない？頼むから消えてくれ。は？俺の大事な娘の母親がこんな女だと思ったら吐き気が止まらないんだ。二度と俺の前に現れるな。そんなこと言わずに助けてよ。後日だ。マナには何もかも失い、今は水商売をしながら慰謝料と養育費を払っています。復縁連絡がすごかったので全てブロックしたところ、ネットに尋ね人として拡散され迷惑を被ったので訴えておきました。そんなに慰謝料払いたいのかよ。あの男はお咎めなしですかと舞ちゃんが興奮気味に怒ってましたけど、当然そんなはずありません。実は身分を調査したのですが、ヤクザに借金して追われる身だったのです。マナミを利用して
うちに住んでいたのは怖い借金取りから身を隠すためだったんですね。金も底をつき、行く当てもなくさまよっていたところを、こわもてのお兄さんたちがお迎えに来てくれたようで、さぞかし嬉しかったことでしょう。今まで人に与えた恐怖が全て自分に戻ってくる番です。思う存分堪能してほしいですね。当然俺の仕送りを使っていた分と浮気の慰謝料はこいつにも請求します。俺は本社勤務に戻してもらい、カナと一緒に暮らしていますが、舞ちゃんもたまに顔を出してくれます。今度舞ちゃんの親友の舞台に誘われたので一緒に行ってきます。帰りに食事に誘ってみようかな。いや、下心なんてありません。多分